宮城生活協同組合は、宮城県、福島県を事業範囲とする、消費生活協同組合である。コープ東北産ネット事業連合加入。全国トップクラスの世帯加入率を誇る。2020年3月期現在、宮城県内に、約95万人の組合員を有し、宮城県内世帯加入率75.1%。 福島エリア世帯加入率29.2%で、県内世帯加入率は全国トップを誇る。供給口は1259億円を超え、東北地方最大の消費生活共同組合である。一方、遠藤チェーンが、声優の参加に入ってからは、宮城県内に本拠を置く、最大規模の小売事業者としての側面を持つようになった。ただし、石巻都市県に、 複数店舗を持つものの、店舗のほとんどが仙台都市圏に集中しており、その他の地域では1都市圏1店舗程度の出店となっている。2020年3月現在の店舗数は54、共同購入支部数は17、学校部支所は6。年間2から3店舗ほどの新規出店を行う。一方、周囲の小型店舗の閉鎖も行っている。 共同購入のメンバーは2016年までの5年間で約1万人増加して16.4万人となり供給口も増加している。2015年には松島町で A コープ宮城との共同事業にて展開する店舗として A& コープ松島店とコープドラッグ松島店を開業。さらに2017年4月21日には県内で人口が 最も少ない七家宿町にファミリーマートと共同でファミリーマートコープ地下宿店を町役場近くに整備される予定のにぎわい拠点エリア七色広場内に新規出店したこちらは宮城西京市会社の株式会社コープコンビニエンスがフランチャイズとして事業を行う形式となっておりついで2号店として ファミリーマートコープ鶴ヶ谷店を既存の宮城西協鶴ヶ谷店の近隣に開業させ、宮城西協本体の組合委員加入受付は行いつつも、既存の鶴ヶ谷店とは住み分けを行うことになった。2016年10月12日、生活共同組合コープ福島、福島県南生活共同組合と2019年3月を目途に合併する方針を発表した。 合併方式は、コープ福島と福島県南盛況が、全事業を宮城盛況に条と、売却する方針と報じられている。実現すれば、県を超えた盛況の合併は、全国では4例目になると報道された。また、合併によって、経営基盤の強化を図り、新規出店が少なかった福島県での出店を強化、したいとしている。 2019年3月21日、生活共同組合コープ福島、福島県南生活共同組合のすべての事業を、宮城生活共同組合が譲り受け、事業継承後の福島県内の店舗は、コープ福島として継続して使用されている。ありがとうございます。